わあ、うまい。ヒット。王選手ですね。やっぱり選手もしっかりいます。志田下海岸がね、試合なのでご存知のと。で、この子たちもね、みんなこれ終わったらプロジュニア、U16、12とかね、もう試合続きますから、ずっと練習してますね。夏休みですしね、それは毎日平日でも忙しいですね。うわ、オトンウェーブがもうなかなか難しくなりましたね、夏休みで毎日混むので。そろそろやりたいのに。選手ですね、しっかり入りました。早速行きましたよ。ちょっと緩いとこから立ってスピードつける。あ、エア狙ってるかな。あっと、ちょっとさすがに弱かったか。あ、行きました。あ、ちょっと波がね崩れちゃう。行きました。ちょっと小ぶりな波ですけど、スピードつけてエア。アウトセット来てますね、これ。追っかけてます。間に合うのかな？奥にも人がいますから、ちょっと無理か。うわー、でもトップがね、崩れちゃうんですよね、ぐずぐずっと。ここかな？右に回り込んでからポジション取って。この崩れる早いところどう処理するか。早い早い。あ、抜けた。カーブして戻る。で、スピードつける。で、セクション。今のメイクすればね良かったんですけど、でも狙いは良かったですよね。セクション狙うっていうね。待って、あ、どう見てるな、怖いな、壊れると。お、選手かな、あれ黒い板だぞ。あっと、ヒット。うまいターンでしたね。うまかった。あ、うまいターン。あ、センタロー選手かな、今のすごかったな。行きます。ドライバー 2.0 に変え、ま、あ、サブドライバーに変えて調整ですね。やっぱこうやってね、波で2本乗ってどっちがいいかどっちが合うかとかね、やっぱりどんどんやった方がいいですよね。はい、行きました。パンプして、おっと、エア。あー、決めてきた。今の緩い波でね決めましたね。良かったと思います。あ、行きましたね。ワンターンしてヒット。これ嵐ですか。あ、行きますね。レフト。あーっと、引っかかっちゃった。もう人もいましたしね。あ、行きました。これセット結構高さがある。あ、待って、合わせる。あー、合わなかったタイミング。ストールしてね、ちょっとセクション探したんですけど見つけれなかったな。あ、奥も選手かな。え、行きましたよ、ライト方面。あー、前にいる。うわー、転んじゃった。でもなんとか避けて、おー、うわー、かっこいいスタイルのある技見せましたね。はい、行きます。あーっと、避けながらカーブして、あ、あーっと、エア狙ったんでしょうね。ダメでしたね。はい、行きました。あーっと、後ろ。とフローターから、あーっと、決めろ。あー、今のスピードあって良かったと思いますよ。今の良かったですね。あー、キッズサーファー。あー、決めたよこれ。あーっと、もったいない、決めれたのにな。行きましたね。レフト、スピード見つけてヒット。縦、あー、前にしっかり出ろ。
いい波っていうかね、しっかりした波ありましたね、練習になったところ。これはね、 3.0 スタブとかね、ドライバー 3.0 とかもどんどん試していきたい波が出てきましたね。